なんか肩をね、キュッとこう上に上げるようになってて、ね、こうやって小さくなってね、言いながらこう後ろついて入ってくるんですよ。これが小動物みたいな、うん、これが小動物みたい、最後みたいにこれなんですよ。ああ、そうですか、うん。で、大変だね、毎日こんなにあのスケジュールでやってた。大丈夫です、なんて。新人ですから。なんて言って、こうやって肩上げて小さくて。平泉さんの能年ちゃんの真似。そうそう。今俺の真似なんだけど。あの、能年ちゃんも平泉さんのモノマネをしたとか言ってましたけど、今平泉さんが能年ちゃんの真似をね、あの、モノマネということで言うとですね、